い、こんにちは。今回は歴代最強日本人ボクサーを5名選んでみました。1960年代から現代まで幅広く選びましたので、最後までご視聴くださいませ。デビュー当時からすでに高い攻撃力をはじめ、圧倒的な実力を誇っておりました。デビューから6戦目でライトフライ級の世界王者になり、8戦目でスーパーフライ級をも勝ち取り、現在はバンタム級の王者として3階級で世界タイトルに戴冠しております。井上選手は左ジャブ、ワンツー、左フック、上下の打ち分けなど攻撃が多彩で、スピードがあり破壊力が抜群なのです。そして距離感が良く、中間距離でも強く、接近戦でもガードがしっかりしているので、打たれたシーンはほとんどないのです。長身のボクサー相手でも速い踏み込みで距離を詰めて、スピードのある連打を放ち、相手の反撃にはしっかりと対処しているのです。井上選手はタイミングで相手を倒すこともできますが、仕留めるときは強引に行くこともあるのです。サウスポーのパヤノを相手に左で距離を測り、見事なワンツーで倒したシーンはハイレベルな攻防でした。ファイティング原田さんの時代はジュニア階級がなく、また世界王者も今とは違い1団体しかなかったのです。だから白井義雄さんが陥落してから、原田選手がフライ級の世界王者になるまでおよそ8年間世界王者がいなかったのです。そんな状況で原田選手はフライ級、バンタム級と世界王者になり、フェザー級も実質世界王者を下したのです。原田選手のキャリアで最もすごい試合はエデル・ジョフレに2度勝利したことです。エデル・ジョフレは黄金のバンタムと呼ばれ、当時パウンド・フォー・パウンド1位とも言われていたほど強いボクサーだったのです。エデル・ジョフレは生涯72勝で負けはたった2敗だったのですが、この2敗は原田選手との戦いで喫した2敗だったのです。17歳でプロデビューした竹原選手は、連戦連勝で全日本新人王に輝き、日本王座、東洋太平洋王座に戴冠いたしました。竹原選手の強さは、距離感が良く、長距離でも接近戦でも戦えるところです。190センチ以上のリーチを生かし、長い距離で左ジャブと右ストレートで相手を寄せつけないだけでなく、接近しても強烈なフックやアッパーを上下に叩き込み、ノックアウトを量産してきました。
23戦全勝と日本と東洋で無敵だった竹原選手はついに世界ミドル級王座に挑戦いたしました。ミドル級という階級はヘビー級とともに歴史と重みがあり、これまで日本人が世界ミドル級王座に挑戦すらできなかったのでした。世界ミドル級王者カストロは98勝の戦績を誇り、ダウンをしたことがない化け物のような王者なのです。そんな怪物王者に対し竹原選手は真っ向から打ち合いを挑み、タフでパンチ力のある王者に打ち勝つのです。不可能と言われたミドル級で百戦錬磨のカストロを追い詰めたところで試合終了のゴングが鳴り、勝敗は判定決着となりました。青コーナー、竹原やった。タイで実に5年ぶりに生まれました久しぶりのチャンピオン、 WBA のジュニアバンタム級チャンピオンベルトを先頭に、なにわのチャンピオン。24歳でプロデビューした渡辺二郎は、大学時代は日本拳法で世界4位の実績を持っていたので、デビュー当時から圧倒的強さを誇っており、無差別の日本拳法では常に大きな相手と戦っていたので、距離感やテクニックも持ち合わせていたのです。プロデビュー後、順調に新人王、世界王者となり、そして世界王者同士の一戦や日本人として初めての海外の防衛に成功したりと、輝かしい実績を築いたのです。渡辺選手の特徴は距離の取り方が非常にうまく、左ストレートをタイミングよく当て、また右フックをカウンターなどで死角からヒットさせるのです。距離感の良い渡辺選手は防御能力も優れており、被弾するシーンはほとんど見たことがありません。ヒットアンドアウェイも得意で、いきなり左ストレートを当てた後にすぐに射程外に距離を取ってポイントを取っていくのです。見る限りちょっと渡辺君の方が数段上だっていうね、特に気にしてくれますね。相手の攻撃を外すとすぐに打ち返し、攻撃後は射程外に距離を取って相手の攻撃を許しません。攻撃は多彩で、ワンツーを上下に打ち込んだり、右フックを交えたコンビネーションをタイミングよく当てていくのです。渡辺選手の右フックはタイミングがよく、死角から飛んできます。この右フックで多くのダウンを奪っております。仕留めるときは相手のダメージを測り、かつ相手の反撃に備え、余裕を持ちながら追い詰めていきます。渡辺選手はカマチョとハグラーのボクシングが好きなようです。だからカマチョの華麗さとハグラーのクレバーなボクシングのスタイルに似ていると感じます。打たせずに自分だけが打つ渡辺選手、ちなみに負けた2試合もほとんど相手に打たれていなかったのでした。大場選手は世界王者になる前に日本王者、東洋王者、世界王者を破って世界タイトルに挑戦し、見事に KO 勝ちし世界王者となったのです。大場選手の凄みは、畳みかけるときは相手が倒れるまでパンチをやめないことです。極貧の環境で育った大場選手のハングリー精神は凄まじく、また気が強かったことでも有名です。おそらく歴代日本人ボクサーで最も気が強かったボクサーだと思います。大場選手の最後の試合は世界タイトル5度目の防衛戦のチャチャイ・チオノイとの一戦でした。
絶体絶命のピンチから大場選手は反撃し、12ラウンドに連打で攻め立てるのです。一度大場選手が襲いかかると相手が倒れるまでパンチを打ち続けるのです。立ち上がったチャチャイは再び連打の嵐にさらされます。